神々の時代に終わりが告げられる前、一人の伝説の男が神となった。しかしこの男クレイトスは戦いの神となってもなお忌まわしい悪夢に苛まれていた。己が殺した祭司の記憶に。だが彼は死をも乗り越えて運命の三女神を退けた。そしてついに伝説の男クレイトスが復讐を遂げる時が来た。